丸山桂里奈選手ご本人よりご来場の皆様に優勝をご報告、ご声援への感謝の気持ちを込めましてご挨拶をさせていただきます。大きな拍手をお迎えください。丸山桂里奈選手です。本日はこのような場を準備していただきありがとうございました。皆さんのたくさんの声援のおかげで最高の結果を持ち帰ることができました。本当にありがとうございました。ロンドン五輪も金メダルを目指して頑張りますので、なでしこリーグ含め皆さん応援よろしくお願いします。丸山選手おめでとうございます。そしてここで、サプライズ演出なんですが、坂本昌隆選手より花束の贈呈です。テレビより緊張してるんですけど、どれだ、ジェブレディースでの戦いが控えています。次回ホームゲームは8月7日日曜日15時より市原臨海競技場におきまして、クレマスなでしこリーグ第4節日テレベレーザ戦を行います。皆様ぜひ会場に足を運んで応援よろしくお願いいたします。今一度丸山桂里奈選手に声援をお願いします。なおこの後ジェフおよび福和美高校スケイリング地付近臨時売店で丸山選手記念 T シャツをお買い求めいただいた方の中から、抽選で選ばれた方を対象に丸山選手サイン会を実施いたします。抽選に当たった方は高校スケイリング地付近臨時売店横にお越しください。